オーソレミオを弾きます。さっきのサンタルチアもそうなんですけども、あの意外とリズムが難しいので必ず膝ポンやってください。初めに演奏しますので、これ見ながら膝ポンをぜひやってみてください。膝ポンをよくやって片手をやって最後にそれうまくいってから両手やってください。